何してました二十歳の時。いっぱいで、ね、座り込みました。すごい、いちごがいっぱい、いちごがいっぱいです、いちごがいっぱいです。だいぶ食べましたよね、でも、ね、だいぶ食べましたね。35でしたっけ、ひびきさん。これで35。年の数も食べれない。年の数ってことにしときましょう。今日は年の数食べましたって。じゃあ20個しか食べない。いやでも二十歳の時に帰りたい。いや私は嫌ですね。今がいいですよ。私も嫌だ。ね、二十歳よりも今がいいです。二十歳の時、何してました二十歳の時。駆け落ち。あ、ちょちょちょ。いちごってそれ二十歳っていうかその初恋の思い出を。まあでも好きだったんですよね、きっとね、そこまでね。そんな気持ち大事ですよ。あれ？そうじゃない。やっぱ若かったよね。若かったんですかね。そっか、若かったんか。今行くかって言ったな。うん。行きます、今。行くね。え、行くんだ。行くんだ。行くんだ。うん、多分そうだ。若さじゃなくて性格だ。それまあそう、そうですね、性格もありますよね。治んないんだよ。治んないこれ治んない。だいぶ食べました。たくさん食べれませんでした。はい、ということで、はい、今からじゃあゲームをしたいと思います。はい、はい、じゃあ私目隠しをして、でそれでイチゴを食べて。ひびきさんがですか、自ら。うん、でそれでそれが糖度が何度かっていうのを当てるっていう。はい、あの YouTube の収益化が、はい、あの真っ白になったので、はい、あの動画の思考を変えたいと思います。はい、はい、そこまでする必要があるかどうかは分かんないんだけど、このままだと赤バンされちゃうといけないのでちょっと反省をします。いちごの糖度を調べるために目隠しをするのはいいでしょう。そうですね、きっといいと思います。はい、じゃあちょっとサクッといきます。はい、じゃあ私目隠しするね。はい、ちょっとサクッといちごを切ってスライスして、スライスしたやつを糖度計にのっける。じゃんじゃん、のっけてピト。ちゃんとあのその作動してるかどうか見てほしい。あ、なんか作動してる気がしますよ。いやね、それでもさ、何度でしたってみんなにお見せできないから口頭だよねみたいな。あ、本当ですね。それいくつ今？これ今、うん、そんな高くないんですよね。はい、どれぐらい？え、だって7とかですよ、これ。え、じゃあその7のやつちょっと食べさせて。酸っぱいかもしれない。これ7？ はい、今切ったやつ。あ、7ですよ、きっと。あ、酸っぱいんだ、これ。あんまり、あ、でも酸っぱいかも、確かに。違う、なんかこれが7ぐらいね。酸味がちょっとある感じのです。 OK、はい、じゃあ何か一つください。今のが7っていう目安ができました。はい、ではあ、これ糖度計につけた後がいいですよね。そうだよ。そっか、だから先だけ糖度計につけて、うん、他をくださいみたいな。はい。じゃん、これ。はい、もう測った？まだです。今から測りますね。糖度計に今つけてちょっと測ってます。ペッペッペッ、ちょっと待ってくださいね。うん、
目を隠すと他の感覚器すっごい鋭くなるから。え、そうなんですね。うん、だからあの昔目隠しレストランやろうと思ったことあるんだよね。あ、目隠ししてご飯を食べるっていう、うん、そうするとすごい味覚がなんかこう、なんかこうね、鋭くなるかなって。でお口までも運んでくれるなんかそういうなんかあの素晴らしいですねっていうのをしたいなってっていう。はい、 OK でございます。今測りました。うん、これね、9、すごい当たった、9です。本当に9だって、9って書いてあるもん。え、よく分かりましたね。私こう見えても失敗しないんだそれどっかで聞いたなどっかで聞いたな。え、本当に9だったんですけど今私。え、失敗しないんで。ドヤ顔めっちゃ目隠してしてるから分かんないですけどね。ドヤ顔してわーすごい。もう一発いこう。え、もう一発いきますか、うん、これは絶対にいいでしょう、うん、もう一発じゃあ、うん、パック変えようかな。いいや、これで、うん、パック変えていいよ。本当ですか、うん、ちょっと一個パック変えてこっちのにしようか、うん、もう一個開けます愛知県の私たち、いちごのあれに貢献してる、きっといちごの CM がきっと出れちゃうぞいちごの、そうよいしょ、シャキンシャキンと切って。どうかな、なんかね、私の今までの動画は、はい、広告主がきっといないでしょうみたいなってっていう。確かにそうですね。だ、ダメって言われたんですか、うん、パワーワードすぎてダメって言ってどうぞ、新たないちごちゃんの、どうぞ。いちご農家の人、どうか私に広告をつけてくださいで、ちょっと言ってみよう、うん、7.5。惜しいですね。8。はい、おすごいすごい、よくわかりますね。8でした。はい、この微妙な差はなぜわかるんですかね。うん微妙な差甘さ、え、そんなにやっぱ違うんですね。違う、ちょっとね、元の方がちょっと、はい、あの酸っぱかったの 7.5 ぐらいかなと思ったけど、うん、ラス1いこうか。はい、いや、私いちご農家にお嫁に行けるかもしれないオファー来ますかね来ない。え、来るかもしれないですよ。オファー来るかもしれない。来るかな。来ます、きっと。これぐらい、うん、あのこの帽子ぐらい大きいいちごを、うん、あのプレゼントしてくれないとでかいこの大きさですよ、うん、どうぞ。ではちょっと難しいな。ちょっと難しいですか。あ、でも、うん、まあこれこそ8かな。これがなんか微妙なんですよね。 8.5 ぐらい。そうですね、それくらいなんですよ、やっぱりでも近い、めちゃめちゃ近い。 8.5 でした。はい、すごくない。でも すごいですね。ちょっとじゃあ逆やってみよう。私なんか無理な気がするんですけど、全然なんかできる気がしない。よし、じゃあ、はい、桜バージョンで。私自信ないな。目隠しいけますね、はい、ドキドキしますね、目隠しって。いや、ご褒美じゃないよあれドキドキするな。良いですか。はい、じゃあそうね、どれにしようか、うーん、これかな。じゃあいきますね。はい、
最初はじゃあこれがどれぐらいってっていうので、うん、あのちゃんと正解を言って見本をはいしますから、はい、10あるじゃんこれ。え、本当ですか？10これ10。イエイ。うん、それ10ね。はい、おいしい。これで10なんですね。うん、糖度ってなんかあんまり気にしたことがないからめっちゃ気にするよって。し、本当ですか？うん、あ、そうなんだ。素材命だからさ。そうだ。なるほど、なるほど。じゃあ次、はい、これいきましょう。はい、これいただきます。同じくらい甘いから10 12。ええ、そうなんだ。10を遠に超えてる。10を超えてるんだ。12。へえ、そっか、さっきよりこれの方が甘いんだ。味が違って感じたのはそれかな。うん、難しいな。12です。12 12 12。へえ、でもうん、美味しかった。じゃあ次いきますよ、はい、ちょっと待ってね。はい、はい、よいしょ。さっきより酸っぱいかな。ファイナルアンサー。違うんですか？ファイナルアンサー。7。7？ 全然違った。7ですよ。確かにさっきよりか甘くないのは正解。さっきより甘くなかったんです。のは正解。うん、うんうん、さっきより甘くなかった。7。はい。あ、ちょ、これ当たる気しないんですけど。なんで当たらないのか。すごいけど。これなんで当たるんですか、逆に言うと。じゃあちょっとさ、全集中しようよ。全集中してますって、常に。うんって思いながら。じゃあこれラストだよ。はい。あれ、おかしいな。全集中しようか。でも私の読み通りですね。自信はないよって言った読み通りですね。うん、ちゃんといちご食べてるっていうか、今日100個ぐらい食べてたよね。めっちゃ食べましたね。めっちゃ食べたんですけど、まあ、練乳つけて食べてるんで、練乳いちご味でしたね、常に。そっか、はい、私さ、そういう風に邪道なことしないよね。邪道って言わないでください。常に。ね、練乳美味しいじゃないですかね。お家に練乳とかないからさ。ないんですか？ないよ、ないよ、そんなの。そうなんですね。冷蔵庫の中に余計なもの入れないから。おお、なるほど。うん、じゃあこれラストですよ。はい。手を出し。はい。きた。あ、なんか大きい。大きいよ。よいしょ。いただきます。さっきより甘い気がする。11。惜しいねー。あれ。10なんだ。10です。これ10です。これが10か。メモリをみんなに見せたかったな。本当ですね。うーん、いやー、一回も当たらんかった。うーん、なんでそんな日比さん分かるんですか。私敏感だもん。敏感ですね。うん、まあ、いかに私がまあ、あまり味を気にせず食べているかという。っていうか、私、ほら、匂いフェチだったりとかってするし、だからそういう五感ってめちゃめちゃ、あの、あれなんだよ。なるほど。感鋭いんだよ、私。へー。だからかも。だからかも。